後地方では女の子が生まれると嫁入り家具用に桐を植える家庭が多く、明治から大正中期にかけて盛んに桐ダンスが生産されてきました。桐は難燃性、防虫効果に優れ、高温多湿な日本の風土に合った木材。大川総桐ダンスはそんな桐の特性を生かして作られた木目の美しさが魅力の家具です。今回は福岡県知事指定特産工芸品、大川総桐ダンスをご紹介します。大川総桐ダンスを作られている桐工房を訪れています。日枝雅弘さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日枝さん、大川総桐ダンス実物見てみますと、やはり気品があってとっても美しいですね。そうですね、あの伝統のものですから、まあ飽きが来ないというか、あの何年使ってもやっぱり飽きが来ませんね。ではこのタンスの特徴をいくつか教えていただけますか。はい、まずですね、やっぱりあの火事に強いと、はい、実際火事に遭われた方が大川にもいらっしゃいます。私が作ったタンスをお持ちでですね、鎮火しまして、ということで片付けられる、で中からそのやっぱりこの霧の白っぽいところがちらっと見えたと、そこで中の着物を出してみたと、はい、そしたら見事にその着物が全部助かった、無事だったと、はい、それはもう本当に実際あった話です。うん、そうなんですか。はい、例えば極端な話ですね、あの今大川で作られたもので現存しているのが、あのそのタンスの裏壁に製造年月日を書いてあるんですよ。そう、嘉永6年と書いてあるんですね。そう、もう言うにですね、百何十年は経ってるわけですね。あの私が思うに、大体皆さん80年に1回ぐらい削り直しをされます。あの古くなった経験するんですね。削り直してまた新品に蘇ってまたさらに使うわけですね。新品に蘇るという、タンスを削り直してまた使ってもらう、そうするともう非常に長く使えます。でその間新しい木を使わなくていいから、非常にあの環境に優しいと考えられるわけですね。ではどのように作られているのか教えていただけますか。はい、はい、じゃあ工房の方を案内いたしますので、はい、製材された桐板を板干し場で雨に打たせてアクを抜きます。木取りの前に曲がった板に焼きを入れてまっすぐにしていきます。カンナで剥ぎ口を合わせて、前板には目が詰まった柾目を合わせ、側板には板目に柾目を剥ぎ合わせ、美しく見えるように板を剥いでいきます。柔らかい桐の場合はのみは叩くのではなく、横にのみをスライドさせるようにして入れていきます。大きなタンスも自分の作業台で一人で組み立てていきます。柔らかい桐材に適した包みあり組みで引き出しが組み立てられます。桐ダンスの表面は焼け防止と美しい仕上げのために、ヤシャブシにトノコを混ぜたものをハケに絞りながら数回重ね、天然ろうで仕上げます。最後に前飾り、丸カン、鍵などを取り付けます。本当に職人さんの技術によって丁寧に丁寧に作られているんですね。そうですね、あの、はい、現在何名ぐらいの方が大川総桐ダンス作られているんですか。まあ、全部合わせるとだいたい今ですね20人ぐらいなんですよ。そうですか、もっとたくさんいらっしゃるのかなと思ったんですけど、それはあの終戦後ですね、やっぱりその随分減りましたんで、はい、ところがそのそれを今度は覚えたいというそのお弟子さん、いわゆる見習いの方、はい、仕事を覚えて一人前の職人になりたいという願望を持つ若い人たちが実は最近増えてきまして、大川の方にも優秀な若者がやってくるようになってるんです。わあ、頼もしいですね。でその人たちが今現在修行しておりまして、まあ、彼らが15、6名いると思います、はい、
だから未来の日本のやっぱり木工を育てる、職人に育ってくれるというふうに期待しております。なるほど、うん、緻密な職人技で作られ一生ものの家具として愛され続ける大川総切りダンス、皆さんもぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。